あなたが噂の各国を渡って旅している金髪の旅人さんでしょうか。なんだ、オイラたちに何か用があるのか。よかった、どこを探せばいいか悩んでいたところだったんです。ちょうどあなた宛ての手紙が私の手元にありまして、ある外国人から預かったものなのですが、その人にこちらの郵便システムをうまいこと利用されてしまったんです。手紙を必ず届けるという確約を得た後、極めて曖昧な届け先を記入されてしまいまして。オイラたちに手紙を届けるのって結構難しいんだよな。何しろオイラたちずっとあっちこっち駆け回ってるし、手紙を受け取るにはむしろオイラたちの方から郵便受けに行って探すしかないかもな。それでそいつが書いた届け先ってどこなんだ。とある喋る白い髪の小さな精霊の隣です。うえ、オイラのことか。はあ、そうなんです。しかももし手紙を届けられなければ、規則に従ってこちらが賠償しなければなりません。本当にあの人にはしてやられました。しかしどうやら運は私の味方をしてくれたようですね。こうやってあなたたちに偶然にも出会えましたから。ええ、どうぞ。オイラにも見せてくれ。一体誰からの手紙なんだ。ガイアからだ。あいつもスメールに来てるんだな。ふっ、悪知恵の働く外国人ってきっとあいつのことだろうなって思ってたぞ。手紙の内容から見るに、あいつはこの手紙が無事に届くことにあまり期待してなかったみたいだな。あ、むしろもしこの手紙が本当に届いたら、それこそ運命の定めってことになって、オイラたちの方からあいつのところに行かなきゃならないんじゃないか。まあ、何にせよ昔の友達に会うのは嬉しいことだもんな。手紙によると、あいつは毎日午後になるとジャファータバーンに行ってるみたいだ。オイラたちも午後になったら時間を見つけてあいつを探しに行こうぜ。